样的综合性能的图。で、色は一緒で、黒が 4K H 版の 88kW、赤が 4K K 版の 97kW になります。然后和上一页也是一样的，黑色的是 4KHE 88千瓦的，就然后97千瓦的，然后红色的就是 4KKE 97千瓦的，嗨。で、GVW は左側が 4.5 トンで、右は、7.5 トンぐらいまで使いたいのかなと思ったので、7.5トンにしてあります。然后左边是4.5吨的，右边就是GVW 到7.5吨的，因为我们上次说可能想到7.5吨，所以嗨。これが K さんの要求の日程表になります。这个就是我们这边所提出希望的开发日程的一个日程案，嗨。で、ここはあくまでもケイレイさんの要望を書いているので、88kW の実写評価は9月の末を希望、97kW はこれからマーさんたちと話をしなければいけないですが、この日程を見たときに11月の末が希望かなと思って、こういうふうに書いてあります。然后这个就是我们庆龄这边提出希望，就是88千瓦的希望在9月末就结束它的车辆评价。然后根据这个图，然后接下来的一些工作，然后大概是在11月末的话，能够进行那个97千瓦的实车评价完成。实车评价完成，嘿。で、じゃあここから ISS にお願いした中身を説明します。接下来就是对 ISS 的他们提出的一些希望要求，嗨，我委托。で、評価の中身としては、今までと、ケデさんと一緒にやっている評価と何も変えません。然后委托的内容和我们这边要求的内容是完全一致的，嗨。で、いつものように、空車と定席、席車の状態での走行評価をします。然后就是空车，还有一些载加载车辆的一些基本性能的评价，嘿。で、あと、いつものように配線配管の、干渉だとかの静的な評価をさせてください。还有一些配管配线的一些静态评价，嗨。で、特に今回新たに、ISS さんにお願いしたのは、発信性の評価もしてきてくださいというお願いをしました。这次重点委托他们就是有关发进启动启动启动性的评价，对车启动性的评价，嗨。で、その評価の中身は、定席の状態、4.5トンの状態と、ケイレイさんが想定している化石の状態の、2つのパターンで見てほしいというお願いを今はしてあります。主要是分为两个，一个是定载吗？一个是定载，4.5吨的，还有一个是我们这边要求就是超载的一个要求进行一个评价，嗨。で、評価をする車に関しては、まずは、マーさんたちから提案があった車で問題ないと思うので、この車で評価をしたいと思います。有关评价的车辆，就是马部长这边提供的这个车辆是没有问题的，所以就直接就使用这个车辆，嗨。で、あと、静的な評価は、1X の車も一応レイアウトを確認したいので、1X の車の準備もお願いすると思います。然后有关静态评价，就是布局，就静态评价，除了上面要用于动态评价的那一辆车以外，他还想评价一个搭载 EX 的。因为他想看一下 EX 的，咱们布局这块有没有问题？嗨。で、評価の重量は一応ヤモリからお願いをしましたが、今そこは土田さん、ISS のメンバーが、どういう条件であるかを詳細は検討しています。